ハム、さよなら。日本ハム楽天12回戦、日本ハムが楽天2対4で勝利。ハム勝ったで。タミヤさよなら。タミヤ勝負強い。新庄采配ズバリ。もっと楽に勝てただろう。初めて則本に負けをつけたな。則本から下位打線が決めるとは。今日は良い勝ち方だった。楽天負けました。終わってしまった。しゃあない。則本のまっすぐではちょっとな。無駄に延長で投手消耗させたな。楽天先発打ち 5.2 回無失点。うちは無失点とはいえもう少しかな。うちは5回でヘロヘロだもんな。うちは問題点はっきりしてるし、若いから来年はもっとやってくれる。楽天リリーフ酒井 0.2 回3失点。また酒井で100点負けか。酒井は印象悪いやらかしが多いわ。酒井続投でもどっちでも垂れてただろうな。楽天リリーフターリー 0.1 回1失点。ターリーってこんなやねん。ターリーはピン差で出しちゃダメな投手だろ。ターリーはもうビハインドか大量リード限定だな。楽天リリーフのりもと 0.2 回1失点。とうとう運が尽きたな。のりもと、まあのりもとらしくなってきたや。のりもとのストレートは信用できんのよな。日本ハム先発山崎 5.2 回3失点。サチヤ今日も勝てずか。サチヤ専用機にきっちり打たれた。サチヤは交代不満そうだったな。日本ハムリリーフ杉浦 0.2 回1失点。杉浦は反省やな。杉浦は楽な場面じゃないと失点する。杉浦の安定感のなさよ。楽天打撃成績、阿部先生ホームラン。阿部は使うと打つな。阿部すごいスイング。浅村ツーランホームラン。浅村が仕事しました。浅村ホームラン量産モード。村林タイムリー。村林冴えてるわ。村林鼻逃げにいいところで打つ。日本ハム打撃成績、軍事タイムリー。ナイス軍事。軍事よかったな。レイエススリーランホームラン。レイエスすごい。レイエス完全に目覚めたな。タミヤさよならタイムリー。タミヤ復活祭来た。タミヤよくやった。タミヤがまた成長したな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。